こんばんはでございます。ね、いや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 、焦った。いやいやいや、ちょっと昼間ちょっとね、試しでいろいろテストをしてて、でいちいちそれが行くとめんどくさいだろうなと思ってね、鍵かけた配信をずっとやってて、その設定のまんまでやっちゃいました。ごめんなさいね。俺もあれなんでかなと思って不思議に思っちゃいましたけどね。いや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 、まあそういうこともあらあな焦りましたね。とりあえず落ち着くためにも一曲お聴きください。僕の目の前が急に開けたのはいつの頃からだろう。暗い季節が過ぎ優しくなれたのはいつの頃からだろう。何もかもが全て輝いて見えるのさ。 With your angel eyes forever 広く光る雲が通り過ぎる風が僕に教えてくれる。人はいつだって胸の隙間埋めてくれる誰かを探してると。僕は君だけで他には何もいらない。 With your angel eyes foreverで他には何もいらない。 With your angel eyes foreverWe'll be right back.
はいはい、皆様ね、こんばんはでございますね。竹本さんち、土曜日の配信でございますね。よろしくお願いいたしますね。いやいやいや、ありがとうございますね。ちーと若い、ちーと若い感じのね、映像でございましたけどね、いかがでございましたでしょうかね。はい、いらっしゃい、いらっしゃいませね。ね、ゆっくりしてってください。いやいやいや、今日ね。はい、こんばんは。久々ちゃん、こんばんは。喉大丈夫？いや、まあちょっとね、昼間、今日は自宅の方でね、ちょっといろいろなテスト、10年前はチートとは言いません。言わんかもしれんけれどもだよね。言わんかもしれんけれども、まあまあ、ブライアンこんばんは、いらっしゃいっす。どうもです。そっちの方は雨はどんな感じかいの？なんか九州がね、球磨川がなんかちょいとばかしこうなんかこうあのはやね、氾濫したみたいでね。いやね、もう大変なことになってますけれどもね。まあこんなね、コロナ禍の中でね、またね、避難しなきゃいけないっていうね、ストレスがね、かかっちゃうんじゃないかなと思って心配しております、ね。何事もなきゃいいんだけどね、本当にね。ちわきちゃんこんばんは、はい、いらっしゃい、どうもです。ひかりちゃんこんばんはね、いらっしゃい。はい、まあいろんなことがありつつですね、いろんなことがありつつですよ。ね、もう今日はね、いやもう湿度が高くて、いやもう湿度が高すぎてですね、いやなんかこう全体的にこう体が重てって感じがね、しましたけれどもね。もう本当にね、心からねお見舞い申し上げますね。サンジさんはおいくつぐらいの、まあ年はね、まあ年は置いといていいやな。サンジ推しなんですね。俺もサンジ推しなんでね。サンジ目指して頑張りましょうね。はい、こんばんは、いらっしゃい。旦那の実家、八代か。ちょっとな、心配だな、その辺な、気になるところでございます。まあというわけでね、リアルさんちでございますけどね、7月4日竹本さんちでございますけれども、ね、もう2020年も半分ですよ、過ぎましたね。あっという間ですね。まあいろんなことがあったからなんとなくこうっていうふうに思うのかもしれないし、なんかこう日々の流れがね、なんか急にこう曲がっちゃってね、うまくこうね、なんかこううまく、いかない。おお、リアル三次。那覇出身リアル三次。ああ、いいじゃないですか、リアル三次ですよ。俺もね、目指せ三次なんですよね、一味の中ではね。やっぱり一番なんかこう人間味があっていいかなと。いうふうに思うわけですけどね。いやね、はいはいはい、お待ちでございますね。いやそうなんですよ、東京のね、そうなんですよ、感染者がねまたね増えてきましたね。はいはい、こんばんはですね。いやもうすぐ七夕、息子が入籍します。おお、おめでとうございますね。あららら、らともぽんこんばんは。丸竹 T シャツね、ありがとうございます。七夕祭りも中止でございますか。ごきげんよう。つくだれちゃんこんばんは。ねえ、ありがとうございます。僕はペルが好きです。ペルってなんだ、ペルって。ペルってなんだよ。ペル、ペル？ペル、ペル、ワンピースのペル、画像のリンクをね、ちゃんと貼り付けてくれればね、皆さんにもね、理解していただけるかなというふうに思いますけれどもね。丸竹 T シャツ。早速ですか。ありがとうございます。ね、ありがとうございます。ね、あまりこう、こちらの方でね、まあちょっと、あれなんですけど、まあ FC でね、こう先行としてね、丸竹 T シャツというのをですね、私、今年、まあ、制作しようかなというふうに思っておりましてですね、まあどんなデザインかと、
言いますね、それ。まあちょろっとだけね、ちょろっとだけね、ペルペルペあペあ、あのペルか、あのコンドルになるやつやな。あーそやそやそやね、あのペル男気あるよな、今年の丸竹 T シャツ、まあね、こういう感じのね、デザインになっておりますね。これがねダーンと背中と、胸と肩とね、という風にね、入るわけでございますけれどもね、まあ一般販売がもうちょっと先になるんですけどね、あの FC でね、あの色 FC 会員の皆さんにはね、ちょっとね色もね選んでもらおうかななんていう風に思ったりなんかしてね、もうすごいですよ、もうこのカラーがこんなにありましたからね、こういう色をね選んでもらおうかななんていう風にね思って、やっておりますね、まあ一般販売はね、あれはね黒ではない、黒じゃないんですよ、これがね結構ね難しい色なんですよね、まあね、黒ではない、まああの一応ブルー系というか、まああの紺系というか、まあそういう感じのね、あの色系なんですけどね、そういう感じなんでね、ぜひともね、いや例えば3色まで絞り込んでこのままポチりましょうか。ああいやもうね、もうだからね、なんかこう元気が出るデザインがいいかなとね、元気が出るデザインが、全色コンプはさすがに無理じゃろなあ、一般売りまで入れると12色もあるね、すごい金額になっちゃう。ああこんばんは、ゴンザイモン、こんばんは、いらっしゃい。竹山さんが丸竹山 T シャツなるほど、お竹山かき氷ショーって、なるほどね、いいんじゃないですか。あみょんちゃんいらっしゃい、あいちゃんこちゃんこんばんは、いらっしゃいね、えいやーね、はいはいはい、ありがとうございますね、やってくださいね、はい、ありがとうございます。まあいずれにしてもね、まあ FC どの色が似合うってきたら好きにせいっていう返事でした。あーなるほどね、まあね、いや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 、まあね、そうね、一般販売はねこの一色以外ですよ、この11色以外で、ね、ちょっと暗めの色の、まあメインベーシックな感じのやつやね、そう一応ねやっぱりこうね、つけていかないといかんなというふうに思っておりますね、皆様ね、もう本当にね、いや今日はですね、まあいろいろ今は自宅なんですよ、まあ、久々にね1週間ぶりに帰ってまいりました。事務所にいる時もなんだかんだこういろんなこう編集とかいろんな作業があったりもする。あ高さんこんばんはね、ミニブーツ職人高さんいらっしゃいませね、この前おっさんの T シャツ30円が高い高いでブツブツ言った手前悩んでおります。おお、これぞやっぱりね、あのいかついおっさんに着してください。もう絶対似合うと思うよ絶対似合うと思う、もう間違いないですよね、本当にね。いやあのね、この放送でございますけれどもね、まあ、いろんな方にねご自由に、いらしていただければね、いろいろね、まあ別にいいんですよ、画像を見なくても画像そんなに変わんないからね、そんなに変わりやせんのでね、聞いて楽しんでいただければいいかなといや私ののみです、いやいいじゃないですか、いいじゃないですかね、ご主人とペアっていうのがいいじゃないですかね、あータクいらっしゃいね、リュウチ、あキャップツバロタケモス、あそうですね、一応歌ってましたね、中学生、まあだから第2期からのやつやなね、歌っておりましたね、あそれはちょい無理とか、そういうこと言わんの、そういうことは言わんの、ね、細けいことは FC サイト見てくるな、別に俺が口頭で伝えるようなものではないはい、前の T シャツは夫息子と3人それ、ああいいじゃないですかねえねえ、竹本さん顔見たいです、病院帰りのニューヘア見せてくれませんか、今日はね無理っす、
今日は無理っす。なんでバタバタしてたかって言ったら疲れ果てて風呂で寝てたんだよね。それで、あ、やっべえと思ってやったんで、今日はちょっと無理っす。さすがに、無理な代わりに、ちょっと後でね、ちょっと楽しいことをさせてみようかな、ね、してみようかなというふうに思うわけでございますかね。中松さんの歌ってダウンロードできますか？ね、俺基本的にダウンロード販売は嫌いなんです。ソニーが勝手に、ね、勝手に販売してるやつは別にしょうがない。勝手に販売してるやつはしょうがないやな。でも俺基本的にダウンロードはね嫌なんですよ。やっぱりね、でもスマホなりね、何なりにこうダウンロードしてっていう風な、まあ、便利な時代なんだけど、やっぱりね、ちゃんとね、その作ったものは形として残しておいてあげたいなっていう風に思うんですよね。これはね、まあ、アーティストのわがままかもしれませんけれどもね、なんかね、そういう風なことになっておりますんでね、音源今でもね、毎年に、まあ、もうここのところはそうだな、1年に1遍2年に1遍ぐらいはね、アルバム出してますんでね、追っかけてみてくれれば、それか、まあ、YouTube ちょっと見てくれればね、クリちゃん、そうな、本も紙がいい、その通りだよな。なんかね、味気なくてな、もうなんかほら、まあ、この年まで来ちゃうとさ、なんかこう便利さとか、なんかそういうこと以前に、なんとなくこう味気なさってのがなんかやっぱあるのよ。やっぱり形としてね、残しておきたいなと思う。はい、チュートさんこんばんは、いらっしゃい。これアイコンは猫だね。こんばんはね。そう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 、 YouTube、 そう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 なんですよね。YouTube にね、ソニーのやつとかもほら販売されてねえからね、販売されてねえからあれですよ。で、俺がほら、独立して、で、自分のところでレーベル持って、やってるやつに関してはね、今でも、多分買えるのかな。いや、まあ、ないやつもあるかもしれんけどね。そういうのがあるので、皆様ね、まあ、まあ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 、機会があれば聞いてみてくださいと。ね、いや、こだわりはね、やっぱりね、男の背骨ってそこしかないと思うんだわ。やっぱりね、ジャケットをさ作る、だって CD になって、あの12センチだか15センチだけでちっちゃいやつになった時も俺はすっごい抵抗があったんですよ。昔30センチあったんですよ、 LP って。30センチの裏表のこのジャケットっていうので、やっぱりこう字の大きさとかさ、はい、こんばんは、いらっしゃい。やっぱりね、そうなんです。ああ、そうだよね、グリちゃんね、その通りだよ。レコードに初めて針を落とす時の感触、そうそう、なんかな、なんか知るちゃい、なんとか、あのパラフィンシーじゃないけど、なんかあれにね、こうやって入っててさ、あれからスッと抜いてね、こうやってこうパッて乗っける、あれが良かったんだよ。いや、もう今の時代はね、なんかね、簡単になったんだけど、その分なんかこう作り手の思いとかそういうものが伝わりづらくなったんじゃねえかな。時代ですよね、やっぱりね。でも LP はね、重いんだよね。ねえ、本当にね。いや、でもさ、ね、国島さん、今どこ、大阪行ったの？ね、元気にしてますかね。本当ね、あ、カメラの国ちゃん。ね、LP レコードにポスター、そうだよ。ね、LP にポスターがね、ついてたんですよ。で、最初にね、こう針を落とす時のブチっていう、あの音がいいのよ。ね、終わった後のパチ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 っていうあの音ね。そうなんですよね。まるちゃんね、子供時代の本の付録ついてた、あれ、そのシートってね、あれね、登録商標らしいんだよ。俺昔NHK のさ、連想ゲームって番組あるやん、あれに出た時にそのシートっつったらね、なんか不穏な空気が流れてな、あ、すいません武田さん、そのシートって登録商標なんでダメですって言われてね。言い直した、ビニールのペナペナのレコードって言い直した気がする。そういうね、思い出がございますけれどもね。いやー、 ありがとうございますね。もう肉だコインだ飛び回っておりますけどね、ありがとうございます。なんだってね、今日ずーっとその高画質配信っていうのでやってたんですよ
そうそうそう、商品名ってことなの、そのシートは。ああほらセロテープもダメじゃん、セロハンテープ、セロテープもダメなんだよ。でバンドエイドとかもダメなんだよね。ジョーさん PC 書いてあった時 iTunes で購入した曲が吹っ飛んだ。あやっちゃったね、それね、それダメなんだよねこれね。こんばんは、最近レコードプレイヤー買いました。あ今売ってんだよね、今売ってんだよね。いやもうね、俺ももう一遍買い直すかどうかっていうことをちょっと悩んでます。まあ、買い直すっていうかね、うちのやつ直せばいいんだけどね、やっぱ捨てらんねえんだよレコードプレイヤー。あとほら真空管のアンプね、やっぱあのバラコンの時代ですよ、バラコンの時代が。すいませんね、コンティニー教育をね今日ね、ほぼほぼ使い果たしておりますんで30分ぐらいで切れるかしんですけどね。エビゾーさんレコード世代ではない。あ祖母の家にあったレコード、あーなるほど。俺もねそのちっちゃい頃にうちになんかあの横になんかこうただ冷蔵庫を横に倒したようなレコードプレイヤーってね、あのねあのレコードプレイヤープレイヤーっていうのかな、あでかいのがあったんだよ、スピーカーがくっついてるやつね、真ん中に観音開きになっててさ、そこにこうレコードを入れて、33回転か45回転に合わせてそれでこうかけるっていうレコードプレイヤーをね。あーすいません、あのコインすごいいっぱいになったからもういいよ、ありがとう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 ね。それを初めて、かけましたね。なんかね長崎のなめしのね団地の中ですよ、団地の中ですけどね、そんなものがあったんだね。うちの親父もねなんかなんとなくハイカラだったんだね。うんね、昔まあ聞きはせんかったけれども、なんかこうなんつうんだろう、あのクラシック全集みたいなやつ、クラシック全集、ほらあのバッハだとか、あーモーツァルトだとか、あその手のやつですよ、その手のやつの全集があった。なんか知らんけどうちに意味はよくわかる、ようわかる。だからそれをこう引っ張り出してこそこそっつって、で45回転じゃないですかシングルって。で45回転のやつ35回転で聞くと何もわからんっていう、モワモワになって何もわかんなかったね。いやー父がとてもいいステレオを持ってた。あすごいね、すごいじゃないですかね。おじいちゃんの家に放送室にありそうなプレイ、あそう高いやつや。あ久々ちゃん、あパイオニアオーディオセット、あレコードプレイヤーだねー、そう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 、か傷がつ、あすいませんありがとう、ちなみちゃんありがとう、世界の名曲ねあったよね、誰が聞くんだろうと思ってたけどね、俺もとりあえず一遍通りは聞いたレコードは重たいんだよね。ああそうそうそう、私もね昔ちょうどロンリーランナーを出した頃、20とか21になる頃かな、あの頃に CD に、変わっていったんですよ、変化していった頃ですね。だからちょうどなロンリーランナーっていうアルバムは多分ね、カセットとCD とアナログがあるんじゃないかなっていうふうにねありましたね。テントウムシ、テントウムシね、関白宣言、関白宣言 ありましたね、さださんのやつだね。家に帰ると父のレコードタブテン、あテンテケテン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 ってやつね、あれね、ね、約束をいらない、擦り切れるまで来ました、 ありがとうございますね。いやいやいや、だからさ、ね、そのレコードを擦り切れるほど聞いたとかさ、テープを伸びるほど聞いたとかいう言葉って今使えないんだよ ね、だって伸びねえし、ね、データだから、データが飛ぶまでとか言ったらあんまりこう色気ないよな、データが飛ぶまで聞いたみたいなやつな、これはちょいとね色気がないな。高見、若い相手最先端 QR コード付きのトレーディングカード、おお高網最先端じゃねえぞそれちょっと高網、それ確か俺3年前ぐらいに東京タワー TV でもらったぞ。最先端はちょっと違う、まあ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 、まあ、ねえ高網さん、本当に、あすいませんリュウちゃんありがとうね、ありがとうございます。アナザーサイド CD とアナログ、センチメンタルシティはカセットテープありましたね、ありましたね、あ
ありました、いろいろありました。マルちゃん CD の寿命って意外と短い。そうなんだ。ミホッチロンリーランナーは LP とプレイヤーもなかったのに CD の量を買いました。ありがとうございます。ありがとうございます。俺その頃は俺のところにも CD できなかったからね。ありがとうございますね。そうそうそう。ここでね、高橋の、豆知識ですね。そう、1982、僕がデビューした次の年ですね、ソニーから大滝さんのロングバケーション、タンタンツッタタンタンツッタタンタン、あれですよ、あれが発売された時に大滝さんが実験的にというか、あの人はね音質にすっごくこだわってるんで、それをCD として初めて、00と01の世界だで、出したっていうのがね、僕もねちょうどね同じぐらいにレコーディングしてましたんでね、聞いてましたよ。大滝栄一さんはね、信濃町のスタジオ、新姫荘のね、スタジオで僕もレコーディングしてたんですけど、大滝さんはですね、いわゆる声を取るときね、自分で取るんですよ。自分であのプレイヤーっていうか、弁当箱っていうんですけど、1インチのテープ、2インチかのテープをぐる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 回す、その、スイッチがあって、それを PA の卓のところに持っていって、でマイクをその卓の前につけて自分で操作しながら、パチッと押して唇って通っていくんだね。そういうことをねやられたっていう話をね、当時サブでついていてね、ディレクターの方からねお聞きしました。入れてくんねえんで俺のね、俺たちのことみたいなことね、外で皆さんで待ってたっていうね、そういう時代でございましたね。いやいやいや、本当にね懐かしい時代ですよね。シナソ、初めて買った CD はドラえもんでしょ。おお、いいじゃないですか。 CD滑る。